誰かおるかな。ターゲット見つかりましたね。ターゲット君掴めましたよ。タッちゃんね。あのブリーダーのタッちゃん。あの爬虫類のブリーダーだね。いや違いますよ。あれ何だっけ。え爬虫類じゃない。いや飼ってるだけですよ。あれブリーダーじゃないか。あ違いますよ。そう。なんとかトカゲを飼ってます。はい。何だっけ。太あごひげトカゲって。太あごひげトカゲっていうトカゲを。はい。今日何してるんですか先生。帯を。帯を。帯を。塗ってます。塗ってます。あ、これね。そうです。これダメ込みって言って線引いていくんだ。そうです。簡単？難しい？ああ、簡単ですね。おい、新しいキャラ作っていくんだって。じゃあちょっとテクニックの方ね。あ、はい。まあ、細かいとこはそういうちっちゃいハケで。メジタンって言うんですよ。何て？メジタン。メジタン。メジタンってあだ名みたいだな。え？彼女の名前メジタンって呼ぶみたいな。なんとかタンとか言うでしょ。それテラニさんだけじゃないですか。言ってねえわ。言ったことねえわ。お前気持ち悪いだろ。お前なんとかターンだったろ。もうチョコレートなんとかターンだったら嫌でしょ。やめろお前その顔。あ綺麗だね。やっぱハケで塗るとすごい綺麗だね。ですね。この輝いてます。輝いてますよね。ここいいんじゃない？これすごい見やすいんじゃないです？これも何まっすぐじゃ線引くんだ。そうです。はーい。これペーパーとか当てたんだね。当てますね。普通だもんね。なんかハケ塗りのコツとかあるの？コツですか。コツじゃ あの分からない人覚えてね。分からない人に分かりやすく、はい、例えば感覚って分からんもんで、はい、スッてやってネタちょんちょんってつけてサッてやってザッてやって最後スッてやると綺麗に切れる、はい、こんな感じでうまく説明していかんと視聴者さん分からんから。まあちょっと、うん、毛先につけて、うん、横にトントン、うん、でします。します。そうすると塗料がどうなるの？足りないんだよね。そうです、うん、なんていうかね。はい。まあダモンでこうやってちょっと毛先を広げて、うんうん、ビューっと。おお、まっすぐだ。消す。伝わったこれ。でもまっすぐだね。毛先を送ってあるんだよね。そうするとまっすぐな線が出るんだ、はい、それ息止めるといいって言って息止めとんのやっぱ。あー全然意識しなかったですね。そう息止めずにもうできるんだ。じゃあもう最初の頃はやってましたね。そう、うんって顔真っ赤にして。そう線引きの呼吸ってやっとった。うん鬼滅の刃知らん？知らないです。水の呼吸とか言うんだよ。線引きの呼吸やる？面白いですね。お天敵すまじこいつ。すまじこいつ天敵す。達也はもう職人歴何年だ？5年ですね。5年ね。最近まで4年って勘違いしますね。うん。自分のことなのに？そうですね。よーく計算してみたら、あ、うん、俺5年やと思って。そう、こうやってこうやってた？あ、5年だってなった。そうですね。すごくないですかこいつマジで。こいつあの入ってきてまだ短いでしょ。なのにあのこんな態度ですからね本当に。なめてませんか。すごい僕のことなめてませんか。そんなことないです。尊敬してますよ。目見て言ってくれ。目見て言ってくれてもずっと塗装だもんね。まあ塗装の前に工場とか行ってましたね、うん、あそうなんだ。工場勤務と何塗装どんな工場だったの。まあ仕分けとかでしたね。そうもう1ヶ月ぐらいでもう無理だってなって、うん、何が無理だろう。いやなんか毎日、うん、なんでしょう決まった時間で毎日同じ場所っていうのは、うん、もう頭おかしくなりそうでしたね。それはちょっと今働いてる人とかおるでな。それいや個人的っすよ。あ個人的にね。なんかもう本当に無理だなと思って、うん、でなんでまた塗装になったの。とまあ塗装って塗るだけやろと思って、うんうん簡単やしできそうやなと思って始めたんですよ、うん、それがきっかけなの。はい。簡単だった。全然ですね。難しい、はい、何が難しい。作業が難しいのか。作業ですね。作業が刺しすせそうね、うん、そうですね。刺しすせそうが難しいらしいです。、はい、刺しすせそう、はい、家業は全然得意だもんね。あはい、うん、
俺だからミッチの気持ちが分かった人にちゃちゃいるの楽しいそうです、作業があって大変なんだやっぱ、はい、覚えるまでが。そうですね、うんうんうん、塗るにしても、うん、なんかムラができたりとか、うん、そういうことか、うん、その難しいだけでも楽しいことはなかった。正直、うん、まあ、ガソリンスタンドばっかの塗装だったんですよ、うん、でも色をつけるだけで OK みたいな、うん、とこだったんで、うん、まあ、これでいいんかなって。ああ、腑に落ちんかったんだ自分のその前のとこでやっとった時は、うん、もうちょっと綺麗に塗りたいとかあったんだ。そうですね。それでやめたの？住宅とか、うん、本当はやりたかったんで。ああ、そっかそっか。で、今いろんな道が多分開けてってね、多分自分で選択してきたわけですね。そうですね。なるほど、はい、かっこいいね、塗装の職人さんって。でもやっぱ塗装って結構バカにされるじゃないですか。どうバカにされる塗装って。まあ、うん、簡単だろうとか、うん、汚いとか、うん、ですね。そうだよね、なんか力使わん仕事やしね。またやっぱコンビニとかお釣りもらうとき、うん、手出してもらうじゃないですか、うん、パッてやられる、はい、マジで、はい、自分から言えじゃん、ギュッて自分から言えじゃん、こうやってやってありがとうってそんなことあったんだ。いや、しょっちゅうですよ。でもなんか若い頃って言ったらあかんけどさ、なんか10代とか本当にね、コンビニ行くの全然減っちゃったんですよ。スーパーとかね、そのまま遊びに行くとかね、そのまま飲みに行くとかも全然減っちゃったんですけど、なんかね、年齢重ねていくうちね、なんかちょっとなんかそういう目で見られるんじゃないかと思ってね、行きづらい時期あるよね、なんか。まあ確かに、うん、そうですね。そう、だから汚れは掴んどりながら汚れてるみたいなね、汚ねえみたいな。なんかその辺に歩いてる小学生に言われるですもんね、なんかわー汚いみたいな、さっきの時は。お母さん、汚いあれって言って、お母さんが、やめなさいみたいな。あ、でも僕もそれありますね。あるでしょう、なんかスーパーとか行くとね。あと、駅で電車待ってる時に、うん、その仕事終わりだったんですよ。うん、で、一番前で待っとったら、うん、なんか後ろから声聞こえてきて、うん、あの人汚ねえとか。そんで殺すぞ、ただの。いや、泣かすぞ、お前ガキ言って。え？泣かすぞ、ガキ言って。心の中では泣いてましたね。やめてーと思って。やめてーって。そうだよね。汚いもんね、やっぱり。うん、どうしてもね。女の子とかに言われて嫌だよね。ああ。これで飯食っとんのにね。でもあれじゃん、みんな作業着汚れるけど、俺もう体にもペンキ塗っちゃったからね、逆に。あ、ちょっと読むんですね、読むんですね。これはもう逆に塗ったからもうやってましたね。その現場にいましたからね僕ね。そうなんですよ、半分だけボディペイントして背中だけ真っ赤で、真っ赤でパンツ入ってたんですけど、やつのまだ公開されてないのに、こいつが写真でチャットワークってあるんですよ会社に、うん、もう晒しまくってねえ、ちなみにこのチャットワークのアカウントの画像みんな自分の顔載せてるんですけど、こいつだけなんか俺の変顔ばっかどん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 書いてるの月1ぐらいで、でみんなコメントするじゃないですか、今日何々系の作業開始しますみんな見るんですよ。で僕の中にね変顔ばっか許可も取らずですよこいつ。マジこいつの方がサイコパスですからね本当に。え、フリー素材やないんですか。フリー素材じゃねえわ。フリー素材じゃねえわお前。下からのがいいの基本的には。なんか僕は下からいつもやってます、うんうん、なんでとかある。なんかそうやって教わったような記憶が。なんでか俺分かるんだわ。なんでなんすか。このさっき達也上から塗っとったやんね、はい、で下からのがいいんだよね達也は。そうですね、多分ねライン引いてくるのに、ね、下の方がでも時間かかるんですよ。そうです、そうです、それを言いたかったんです。で上側塗って、その上側でここのギリギリでさ、何塗料がとどまるわけじゃないじゃん、はい、線引いてて垂れてくるじゃん、うん、でその後に下引いてくるわけや、はい、そしたらこの垂れとる間に乾いてっちゃうんですよ夏場特に。なもんでここに下先、遅い方から先やって、で上は早いじゃんわりかし、はい、なのでつなぎのラグがないんだよね、はい、すぐつなげるってことだよね、はい。すぐお前お前がいいって言ってるの。そういえば寺西さん、あのニッカー履かないんですか。履くわけねえだろ。僕はプレゼントしたやつ。もう、マジ聞いてくださいよ、こいつ。
なんか入社してきて1ヶ月ぐらい結構慣れてきたんですよ。そしたらなんか寺内さんプレゼントありますって言って、こんなでかいニッカ買ってきて、で僕結構スルーのやつが好きなんですよ。で昔はそれがなんか若い頃かっこいいなと思ったんですけど、もうすごいんですよそのニッカが、もうこんな一回も入れないですよ。真面目っすよね。真面目っすよね。やばいっすね。ふざけたいっす。ふざけたいっすか。もっとふざけたいっす。もっとふざけたい。え、何したいっす。何したいっすか。俺もあれだ、着てみたいっす。俺もあれだ、着てみたいっす。で一回入ったんだよ、目の前で。そしたらまたこいつ写真撮って、あのインスタにも今上がってるっすそれ。見ました。最近ね、誰が流したかもう分かったもん。お前だろうあれ。え、お前だろう。いや違いますよ。お前がね、〇〇に送ったのあれ。送ったの達也。え、〇〇さんに送っただろう。あ、送りましたよ。行ったらええと思って。行ったらええっつって。はい、もうびっくりした。もう事後報告、事後報告すらないもんね。至る所にさ写真ばらまいてさ。いや、フリー素材なんで著作権ないっすよね。あるわお前。あるわ一応、俺にだって。くれ、むしろくれ俺にも。あ、今度爬虫類カフェ行きましょうよ。行かないっす。なんでですか。もうそのしつこいのやめて。その LINE でも送ってきて、電話でも行ってきて、会っても行ってきて。マジそうっすよ。テラニスさん、LINE がピンだけ。テラニスさん、ピン、今度爬虫類カフェ行きませんか。お金は僕が出しますんで。そういう問題じゃないからみたいな。俺無理だから、そういうあの凶暴な動物とか。あの、予定入れときますよ、ちゃんと。伝統言って、お前勝手にやんなよ、ほんとに。マジお前、勝手に行動すんな、お前。まず一回聞いてくれ、なんでも。動画撮りましょうよ。そうっすよ。仕事にするのずるくないですか。それ行かなあかんくないじゃないですか。動画で使えるやないですか。ん、動画で使えるじゃないですか。使えるわ。そんな視聴者さん見たがらんって。いや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 、いますいます。だからそれは、そういうチャンネルがあるから。え、そういうチャンネルがあるからね、他に。いや、それをうちでやるんですよ。わかります。俺が間違っとった。はい、そうっすよ。視野を広げて関東。うん、出んな。マジ無理。え、マジで無理これ。何でもチャレンジしてかんとダメっすよ。ビビは無理だわ。はい、はい、今回あれだね、ハケの闘争だね。はい、ハケとローラどっちが好き。まあハケですかね。ああ、楽しいんだハケ。そうですね。どういう感覚で楽しいの。いや、やっぱ、うん、ハケの方が綺麗に塗れるじゃないですか。うん、ああ、そうだよね。その線が消えた時にハケの。そうですね。難しいよね、これまた、うん、はい、じゃあチャンネル登録といいねお願いします。よし、はい、じゃあまた見てねー。